皆さん、こんにちは。今日は、2つのものの、どちらが重いかを皆さんに推測してもらうゲームをしようと思います。まず、1つ目は、えー、ハンマーで、それと比べるのは、刀です。ハンマーは、上の部分が頭、頭で、えっと、持つ部分を、えで、<laughs> 難しい。 一文字刀は、えっと、切る部分を「刃と言ってこう持つ部分と切る部分の間の部分を「つば」と言って持つ部分のことを「つか」で「刃をえっと収める中に入れるこの黒い細長い部分を「鞘と言います。 今回はさやの重さはえっ、ー、と含めずにこのつかとつばと歯の部分だけで重さを比べますさあ皆さんどちらが重いか分かりますか正解はえっ、ー、とこういう形でまあこのぐらいの大きさのハンマーだと平均的にはハンマーは 675g で 刀はだいたい900グラムから 1.4kg ということで、刀の方がハンマーよりも重いです。皆さんを正解しましたか？下にコメントをください。それではさようなら。